おはようございます。フィリピンダバオ情報チャンネルの町田です。本日もフィリピンの新型コロナウイルスに関連する情報をお伝えします。まずはフィリピン全国の新型コロナウイルスの感染者数の情報についてです。こちら5月26日午後4時時点での情報となります。はい、新規感染者がですね350人も増えています。これにより感染者の総数は 14,669 人となっています。はい、非常に新規感染者が増えてしまっていますけども、こちらは4月6日に新規感染者が414人出て以来最多の新規感染者数となっています。やはりフィリピン全国で規制が緩和されて新規感染者も増えてきていますね。引き続き気をつけていきましょう。はい、続きます。新たな回復者は89人出ており、回復者の総数は3412人となっています。死亡者は新たに13人増え、死亡者の総数は886人となっています。続けてダバオ地域の感染者数の情報です。ダバオ地域も新規感染者数が20人とここ数日に比べて非常に多くなっています。でこちらは3月29日以来最多の数となっています。感染者の総数は273人となっています。そして回復者は新たに1人増え、回復者の総数は128人、死亡者は1人増え、死亡者の総数は26人となっています。そして本日の情報はフィリピンの教育面についてのお話になります。ドテルテ大統領は5月22日月曜日、夜に放送されたテレビ演説にて、子どもたちで教室がいっぱいになる場合、授業を行うことを許可しないと述べました。大統領は、学生たちが本当に安全であるという確信を私が持たない限り、薬学部であっても工学部であっても授業がないのだから学業を終わらせることはできませんと。授業の再開について今話すのは無意味です。私にとってはワクチンが先です。ワクチンができれば問題ありません。それを覚えておいてください。というような発言をしました。フィリピンの教育省は、この大統領の発言より前の段階で、2020年から2021年までの学年度が対面授業またはオンラインで8月の24日から再開されることをすでに発表していたんですね。その中でこの大統領の発言があったんですが、もうワクチンがないと授業できないってもう新聞の見出しでいっぱいだったんですけれども、私も大学に勤めてるんですが、8月からの準備だと教育省が発表していたので、それに向けてこれから準備していこうと思っていたところ、先ほどの発言を大統領がしたとメディアですごい取り上げられていたので、結構ですね、私を含め教育業界には激震が走っていました。特に私立学校となると、本当に今学生がいなくて収入がないので、公立はまだ国からお金が入ってくるからいいですけども、本当に先生たち、しかもノーワークノーペイと言いまして、授業できなかったり学校で仕事がないと給料ももらえないんですよね。なので本当に私立学校にとってはですね、この教育の再開が先に伸ばされれば伸ばされるほど苦しくなってくるので、もうすでにいくつかの私立学校が閉鎖するというようなことも耳にしています。ということで8月24日よりも先に伸ばされると経済的に持たない学校がもっと出てきてしまうなと思っていました。しかし、昨日の夜の会見の後、日が明けて、翌朝の会見でですね、大統領の報道官が補足を大統領の演説に加えまして、完全なオンライン教育を利用する大学はいつでも開校することができ、対面式の授業を行わず、柔軟な学習形態、例えば宿題出したりとかですね、もしくはオンラインと対面少人数の組み合わせとか今いろいろな案が出てるんですけども、そういう学習形態を取り入れる大学は8月に開校することも可能性があると、新たに補足を加えています。対面式の授業を実施する学校も9月1日以降には開校することができる可能性があるともされています。まあこれもですね、現時点ではこのように国が発表してまして、まあ大統領の発言一言でですね、もうどうなってしまうんだと今混乱している状況ですけども、先ほどお伝えした本日の新規感染者の増加のように、今後どんどん感染者が増えていってしまうと、もうやむを得ず教師とか今仕事いろんな人が再開してますけども、それももしかしたらまた元に戻るとかっていう可能性もなくはないんじゃないかなと思っています。私が勤めている学校も8月の対面式ではない開校に向けて引き続き準備を進めていく予定となっています。教育に関してはですね、特にお子様をお持ちの方でフィリピンに住まれているという方からよく YouTube のコメント欄にご質問をいただいています。
まあ、しかし、なんせ国がこのような状況ですので、厳しい規制も続いていますし、まあ、常に新しい情報をチェックしていただければと思います。私もまた国から新たな方向性が示されましたら、動画にしてお伝えします。現時点では、どの学校もですね、まあ、オンラインできてるところはしてるところもあると思いますけど、そうでないところは8月の開校に向けて準備を進めているところです。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思われた方はぜひ高評価ボタンをお願いいたします。チャンネル登録まだの方もぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。